皆さんこんにちは、岩田ツールの岩田です。今日はですね、面取り加工の高速化について話していきたいと思います。岩田ツールにはトグロンマルチチャンファーという工具がありまして、まあ玉井刃でなおかつトグロンの波形状で、高送り高速送りができるという刃物になります。トグロン形状がどういう特徴があるかというのは、まあ、ちょっと別の動画の方で説明するとして、この刃数が多い玉井刃の、まあ、メリットと実はデメリットもありますので、そこも中心に、説明していきたいなと思います。じゃあどれぐらいのスピードで加工できるかというと、まず右側のがですね、一般的な二枚刃の工具で回転数は8300回転、4ミリシャンクですね。で、収束が100メーターぐらいで加工した時の条件になります。1刃あたり 0.03 ですので、結果としては、送り速度が1分間に500ミリという感じになります。まあこれは一般的な条件だと思います。そして左側が、トグロンマルチアンファー、5枚刃でやってます。回転数は一緒です。で、1刃あたりを3倍にして、なおかつ刃数が多いので、2枚刃が5枚刃になるんですから 2.5 倍かける3倍ということで、合計 7.5 倍の加工速度でやっています。ちょっとですね、なんで1刃あたり上げるのっていうのがあると思うんですけども、これ実は加工条件を探ったやり方として、同じ面粗さが出る加工速度ってどれぐらいスピード上げてもいいのかなとやったところ、この2枚刃の工具と、トグロンマルチアンファーで同じ面粗さが出たら、実はこの3735という送り速度が出たということになります。これはですね、先に、トグロンの、まあ、特徴である、その刃が切れていると、非常によく切れているということもあって、面粗さが良くなったというところもあります。じゃあ、どういったサイズとか、刃数もどういうのを選べばいいのかというところの説明をしたいと思います。まずですね、一般的に、まあ、今回切削速度 100m で送り1刃あたり、ひとまずコンマ1としましょう。さっきは条件挙げてますけど、今回は全部コンマ1で考えます。そして面取り幅が C0.6 だと。そうすると、まあ、一般的に皆さん選ぶと、まあ、6ミリぐらいの面取り工具がいいかなと。あんまり細いのも不安だしということで、2枚刃の6ミリの、面取り工具を使ったとします。そうすると結果としては、送り速度が約1000ミリ、1分間に1000ミリの、送り速度になります。で、これをまあ 100% とします。それをまず5枚刃の工具にした場合、当然2枚刃が5枚刃になると、1刃あたりの送りが一緒ならば、送りは 2.5 倍ですね、 250% の送り速度にすることができます。まあ、これがですね、まあ、一般的な、まず玉刃にしたメリットです。そしてただで、そもそも6ミリが必要なのかってことになると、実は C の 0.6 だったら、実は3ミリの工具でも可能です。もちろんもっと面取り幅が小さかったら、なおさらです。そうするとですね、回転数を倍にできます。直径が半分ってことは、同じ切削速度だったら回転数が倍になるので、それとさっきの 2.5 倍合わせると、実は、送り速度が5300ミリ、5倍ですね、500% の加工速度になります。これが、今回の肝なんです。なるべく小径の工具を選んだ方が加工速度が上げれるよと。なおかつ寿命は変わりません、基本的には。 しかも、工具費が6ミリシャンクに対して3ミリシャンクにすれば7200円ということで、まあ、一般的な面取り工具よりちょっと高い程度で済むというのがあります。次にですね、いや回転1万回転も回らないよと、うちの機械は回らないよという場合は、まあ、例えば5000回転以下の機械だったら、じゃあ4000回転で加工しましょう。そうすると送り速度を下げなきゃいけないのかというと、実は9枚刃のトグロンマルチアンファーを使えばですね、なんとか3500ミリと、もともとの 3倍以上の、送り速度で加工することができます。価格はちょっとやっぱ
太いんで高くなってしまうんですけども、これ実は2枚刃が5枚刃になる段階でスピードは 2.5 倍ですけど、寿命も、まあ、2.5 倍は伸びないですけど倍近く伸びます。ましてや9枚刃になれば寿命は3倍とか4倍とか、伸びてきます。このようにですね、波数の多い、工具を使えばですね、面取り速度も速くできるし、なおかつ寿命も伸びると。で、細いものを使えば回転数が上がる機械だったら、なおさら加工速度を上げれますし、工具単価も下がるといったメリットがあるということになります。ただよく言われるのは、刃数が多いと切り子詰まっちゃうんじゃないのとか、エンドミルで側面加工するとうねっちゃうんじゃないのという話があるんですが、ここに面取り工具のみの特殊な事情があります。まず、これはちょっとかなり16ミリの太い工具で加工した時の高速度カメラの映像です。面取り幅、可能面取り幅ギリギリの、C3 ミリですねの面取りをこれワンパスで削ってます。9枚刃の工具で、C3 ですよね。それをワンパスで削ってもちゃんとこのように切りくずがきれいに排出されると、そういった設計になっていますので、まず切り子詰まりの問題は、起きないということです。これは面取り工具だからです。で、じゃあどういうことかっていうと、これ一般的にエンドミルの側面加工ですとこんな感じになります。左側の図ですね。例えば AE、まあ、切り込みが結構変えれますよね。もし加工速度を上げたいと思えば、回転数とか送りを上げるだけじゃなく、切り込みを上げたいっていう、上げるっていうことでパス数を減らすということをやります。で、切り込みを上げるんであれば、これはやっぱり直径の太いエンドミルを使った方がいいです。それから切りくずの排出の問題も出てきますので、あんまり、刃の数が多くないものを選んだ方がいいということも言えます。でも面取りの場合はもうそもそも加工しなきゃいけない面取りの幅が決まってますので、どんな刃物を使おうが1回あたりの切り込み量は変わりませんってなってくると、その面取りが加工できる一番細い工具を選んだ方が実はいいんだよということになるわけです。一般的なエンドミル加工ですと、あんまり刃数が多いと、うねりが発生したりとかそういう問題が出るんですが、面取り加工の場合はそういった問題はほとんどないので、なるべく小径の工具、そして可能な限り刃数の多い刃物を使えばですね、非常に早い加工ができて、なおかつ工具寿命も伸ばせれるということが言えると思います。そんなことでですね、面取り加工の高速加工をぜひ一度チャレンジしてみてください。ありがとうございました。